はい、どうも始まりました、レイチャンネルです。よろしくお願いいたします。さあ、今回の動画は OB 第5弾斉藤明夫投手ランク戦で使ってみたい、やっていきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。まあね、昨日の動画ね、見てくださった方は分かると思うんですけど、僕ね、累計でね、横浜の斉藤投手を出したというところでね、まあすぐにね、レベル70まで持ってってね、今回はランク戦で使用していこうということになります。はい、でですね、まあ斉藤投手の特徴なんですけど、スローカーブと、はい、カーブ、はい、まあ見分けつくかなと思っちゃうんですけど、まあちょっと使ってみたいですよね、ぶっちゃけ。そしてですね、タイピン持ってるんですよ。はい、レベル5まで上げてきました。なんでもしランナー背負ってタイピンチが発動する場面で、このスローカーブとカーブがどれだけ強いのか、どれだけ通用するのか、はい、ちょっと検証していきたいなというふうに思います。え、待って、めっちゃヒゲダンディやん。ヒゲめちゃくちゃダンディ、ヒゲダンディズムさんですね。はい、ありがとうございます。これ巨人だったら怒られますからね。はい、まあそんなことはさておきね、まあちょっとね、とりあえずまあ、検証動画って感じでやっていくんで、まあ、練習戦の方でね、どんぐらい曲がるのかちょっとチェックしていこうかなっていうふうには思います。それではいきたいと思います。 GO！さあ、やっていきましょう。とりあえずですね、スローカーブの方が多分この位置から投げるとこれがこんぐらい曲がると、はい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 。で、カーブが多分ここら辺から投げるとちょうどいい感じに、あーちょっと甘いか、あんま曲がらんな。じゃあこれ高めから投げるとどうなるんやろ。あ、ベストピッチ、あーね、なるほどなるほど、今のがいい感じに入ってくるのか。まあボールですけど、で、このカーブが、はい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 、まあ面白いかもしれないですね。とりあえず外からグイーンと入ってくるということですね。さあ、ランナーを、フォアボールで出したんで、ここでタイピンが来ました。皆さん見てやってください。さあ行きますよ、スローカーブドンと、こっからグイーンと曲がってくるんです。はい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 、面白いんじゃないので、このカーブが上から、はい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 、で、外からだとこのスローカーブが入って、うわーギリギリで、カーブが多分ここら辺からだと入ってくると、面白いんじゃないでしょうか。はい、これがボールになるんです。はい、相手バッターも混乱しております。さあ、記念すべきデビュー戦第1試合目やっていきたいというふうに思います。さあ、やっていきましょう。ヒゲダンさんです。さあ、やっていこう。いいヒゲしてるな、本当に。こんなダンディーだったのかな。まあ実際もそうだったってことですよね。さあ、やっていきましょう。さあさあさあ、どんぐらい通用するかな。どんな感じで攻めていこう。まあ引っ張り系かにしとこうかな。とりあえずカーブから入ります。はい、はい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 。で、もう一球、いや、ちょっとスローカーブいこうかな。よいしょ、オーケー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 、いいよいいよいいよ、タイミング早いですね。ちょっとスローカーもう一球いきますね。やったー、グッバイ君の運命の人は僕じゃない、辛いけど否めない、離れたくもないのさ、その髪に触れただけで痛い、いやいや、でも甘いな、いな。ちょっと集中します。ちょ、無理じゃね。いや無理でしょこれ。きつ、いやーもう、ちょっとフォークとか投げとこうか。本当はね、カーブとスローカーブだけど、抑えれる手だったんだけど、オッケー！めっちゃシャー言うてくるやん。めっちゃシャー言うやん。さあ、集中してやってきます。ちょっとね、外とかも使ってみようかな。引っ掛けさせよう。うん。はい、ナイスボール！シャー！あ。ゲッツー！押した！ラッキー！ナイス！シャー！さあ、やっていきましょう。1番ゴッツィラー。さあ、なんとかね、
しっかりと打っていきたいところですけど、よいしょー、よっしゃー、これね、またスタンプ送ってきましたから。2番赤子ズイラ、頑張っていきます。さあやっていこう。さあ集中、ボール、オッケー、よし、伸びろ、あー無理か。さあ行きましょう。3番青子ズイラーに初球がついちゃってるので、初球から行きたいという風に、あーボール、あー消滅しちゃった。あー行ったろ、あーファールか、うん、さあ集中、ボール、よし、いいぞ、いい感じや、よし、パワー不足か、まあパワー不足だ、めちゃシャー言うやん。さあ行きましょう。4番バース、お尻おっき、あー入ってるか、いやん、ちょ集中するわ、いけー、よいしょはい、というところでしたけどね、はい、ちょっと集中しましょうかね、またね、ボール、オッケー、あーね、まっすぐ投げてこんな、やーん、走って、めちゃシャー言うやん。さあ逆転しましたので、しっかりと頑張って抑えていきたいというふうに思いますのでね、見てやってくださいというところで、スライダーから入っちゃいます。オッケー、ワンアウト、でかし、どうしようかな、どうやって抑えればいいんやろ、まあ、長打警戒は変わらないよね。でカーブこれ9やるんで、そんな飛ばないと思う、中途半端な位置から持って、おれ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 、タイピン発動するかね、うん、これねタイピン発動しますから、はい、来ました皆さん、タイピンチ、いやこれね、俺思うんやけど、タイピン発動した時まっすぐから入った方が強いんじゃないか説、はい出た、はいツーアウト、タイピン頼む、よし来た、でかい、さあさあさあ、これ引っ張り警戒で勝てるぞこれ、待てよ、カーブどこら辺から曲がるんやっけ、この位置ボールやろ、ボールやろ、ボールやろ、ボールでいいよ、オーケー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 、うーん、どうしようフォーク投げとく、フォーク投げてていい、落ちるでしょ、オッケーオッケー、からのスローカーブ、いってこい、いってこい、いってこい、よっしゃはい、ありがとうございました。いやマジヒゲダンディ、宿命いってやつは燃やして暴れ出すだけなんだって感じですね。はい、いやマジでね、ヒゲ男爵、お、こっちもヒゲ男、宿命ってやつが燃やして暴れ、はい、ランク戦の方いかがだったでしょうか。ちょっとね、検証動画、そしてね、ちょっとハイテンションでやりすぎてね、ちょっと疲れておりますけど、まあね、斎藤投手で、まあなんとか勝てたのでね、そこは良かったかなというふうに思うんですが、実際どうなんだと、はい、レイちゃん使ってみて、実際どうなんだって言われると、ぶっちゃけ厳しい。多分ね、スローカーブとカーブあれ、見分けがつく。あの、外駒さんみたいに、ナックルカーブ2球種とかだと強いけど、スローカーブとカーブはね、やっぱり球も遅いですし、対応できちゃうかなっていうふうに思います。でも、なんとかランク戦で使いたいなと思ってる方、いらっしゃると思うんですよ。っていう場合は対ピンチつけて、そしてこの存在感ですよね、3点差以内のリリーフ登板回のみ有効で中ダウンなんですよこれ。なんでしかも抑え適性が一応 S であるので、まあだから対ピンでなんとか、まああと1人あと2人ぐらいの場面で使うのはありかなと、はい、厳しいですけどね、結構厳しいですけど、でも今ってマッソインさんやドリスさんがあのシルエットでね、ロドリゲスさんもいなくなったので、中継ぎってやっぱり全然いないと思うんですよ。僕もいないんですけど。はい。なんで、まあ、人を集めるって意味、あの、1枚増やすって意味では、抑えではありかなって。先発だときついと思います。はい。なんで、もし使う方がいらっしゃったら、抑えでちょっと検討してみたらどうかなっていうふうに思います。
はい、というところでね、今日はね、斉藤昭雄選手こと、ヒゲダン選手の、検証動画ということでしたけど、まあ、ヒゲダン選手のピッチングがね、ナイスピッチだと思った方はね、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。でね、もうすぐでね、700人突破いたしますので、700人突破したら、視聴者参加型の、まあなんだろうな、大会系のことをやろうかなっていうふうに、まあ今ちょっとね企画中なんですけど、まあちょっと面白い企画用意してありますので、ぜひぜひそちらの方もご参加ください。はい、1000人突破でね、皆さんと一緒にライブ配信もやっていきますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さいなら。